7レース一条戦弱になりました京都の高校選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。本日、三者ラインで中段からなりましたけども、組み立てっていうのはどういった作戦でしょうか。まあ、小森は先行したいっていう作戦やったんで、まあ、そのつもりに走ってたんですけど、まあ、ちょっと失敗した感じですね。多分使わず島川選手が来てしまって、まあ、ちょっと集団になってしまったっていうところで、やっぱそこはもう厳しいなっていうところで切り替えたっていうことですね。まあ、実際、まあ、切り替えられて、まあ、4番であたりを並走する形になるなと思いますけども、はい、最後まくってみてご自身の状態っていうのはどうでしょうか。まあ、落車明けですごい不安はあったんですけど、まあ、その気持ちの面で弱気になってしまったのはあるんですけど、それでも無理やり踏み上げてまくり逃げたんで調子は悪くないと思います。やっぱり地元戦っていう気持ちがやっぱ一番出てますか。そうですね、やっぱ一着取りたいっていう気持ちで走りました。まあ、最後回収前最後の開催ということで、まあ、お客様も結構入られてると思いますけども、声援っていうのはどうだったでしょうか。まあ、すごい声援いただいて嬉しかったです。まあ、この後ですね、二次予選その後にも戦いあると思いますけども、この後って何か調整はあったりしますでしょうか。まあ、言うても落車明けなんでしっかりケアして、明日に備えて一層一層集中して走るだけです。わかりました。では最後に意気込みをお願いします。あと3走、一生懸命全力で走ります。応援よろしくお願いします。